さあ、今月もやってまいりました赤部ソフト2チャンネル放送16、16回。はい。6。言いづらい。いい？もうみんな。満足しましたか？満足した？もう始めるけど。はい。はい。司会は、前に話してた、ほら。まだ受けてたらあのカップルが喧嘩しててうるさいっていう話で、続報あれがね収まった。おお収まったよ。仲直りした。放送見たんじゃないですか。放送見たのかな。放送見たのかもしれない。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな安眠できてる天の声です。よろしくお願いします。結婚したのかもね。あ、そうね。結婚した。二人の幸せなキスをして結婚に至ったかもしれない。もしかしたら。はい。じゃあ次。画面右のみゆきさんから自己紹介お願いします。はい、北野みゆきです。はい、この間北条屋行ってきたんですけど。お、どうでした？偽物小屋行きました。行きました。噂の、うん、なんか私もこの間行ったんですけど、カッパ天国って書いてますよね。そう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 、カッパ天国、カッパが3人できて、カッパあとなんか首から下がない女の人とか。あー、え、それ生首に見えるようにこうなんか細工してあるっていや、生なんか遠目に見ると、ああ、なるほどねみたいな。へえ、工場やってきました。はい、楽しかった。楽しかった。よかった。はい、よかった。よかった。何を。よかった。はい、はい、次。ベッドとテレビを最近購入して非常に喜ばしい中島大河です。なかったの？今までなかったんですよ。本当にあのテレビをつけてるだけでなんて人間らしい暮らししてるんだって。運命的な暮らしが。限りなく人間に近い猿から限りなく猿に近い人間に進化しちゃってる感じですよ。メガネはなくして。メガネはありますよ。あのちょっと外してみました今日は。ああ、いわゆる文明開化。文明開化ですよ。これが進化です。このサピエンスが進歩した結果こうなったんで。ただ石を使ってた時代からガラスを発見してしまったんですよ。ガラス。ああ、そうそう、ガラス離れもなるんで、ガラス発見したんでちょっともうそろそろかけますって。ああ、ぼやぼやっとして持ってきてるのね。見えにくいですよ。持ってきてた。なんかノリで外しちゃいましたけど。なるほど。まあそんな感じで、はい、まあ今日はいくつかいろいろお知らせがございますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ次。はい、シナリオライターの平のりみずです。はい、まあ、最近ちょっと台風だったんでね、はい、部屋の掃除をしたんですけど、うん、まあ、大量に散らばってた本漫画雑誌を段ボールを使って、はい、本棚を作って、はい、ようやく建築して、はい、あ、これですっきりしたわと思った瞬間に段ボールをバーッ。台風と片付けの因果関係がわからなかったので、あのそれはつまり、まあ、ちょっとあの台風が家の中に押しかけてきたというそういうわけではなく、風速何十メートルで持っていた本が全部エロ漫画が全てばらけてしまったので、ちょっと待って、ね、はい、大丈夫、はい、編集で。はい、じゃあ次。天の声さんは寝れたという話なんですけど、うん、僕は最近海外ドラマにハマって寝れてない僕です。後藤です。何見てるんですか？タイトル言っていいんですかね、これダメでしょ、ま、回りくどい感じ。あのゾンビに囲まれて逃げる話と、はいはい、偽弁護士の話と、はい、あとあの脱獄するやつ。ああ、分かりやすい。あれでもリズムをブレイクするやつ。そう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 、リズムをブレイクしたいです。デッドが大きくしたい。デッドが大きくしたい。面白いですよ。結構並行して見てるんですけど。ああ、面白いですからね。お風呂入ってる時はこれみたいな、ご飯食べてる時はこれみたいな。飯食いながら。あ、そう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 。まあご飯食べる時にそのゾンビ物語は見ない方がいいなと思いました。まあそりゃそうです。ゾンビ物語。はい。じゃあ次。ドン。赤目ダメ。はい、ドン来た。ドン。あの、ドン。あれ、あのワンをピースするやつで。そっちの。ああ、そっち。ワンをピースする。コナミ的なもんだと思って。ワンをピース出てます。赤目は最近、はい、2日前になくしたメガネを今日の朝、はい、冷凍庫の中で見つけました。何が起こった？それ冷凍庫？冷凍庫の中にメガネが入ってたんです、ね。はい、冷やしメガネだね。冷やしメガネ。冷やしなんですよ。目を冷やしたら気持ちいいんで、メガネを冷蔵庫に入れて冷やして冷たいのをかけたら気持ちいいかなと思って、多分冷凍庫に入れたんだと赤目は思ってます。あ、予想としては。こんなこと言うのなんですけども、はい、あの二代赤目さん初代に輪かけて変ですよね。はい、じゃあよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。コメントもね来ておりまして、はい、はい、どうしよう、これお名前読み上げた方がいいの？、うん、お名前読み上げなくてコメントだけでもいいのかな？コメントだけでいいの、はい、今月も楽しく拝聴、失礼しました、楽しく出演させていただきました。タイガ先生とみゆきさんのお顔久しぶりに見れてよかったです。ありがとうございます。新赤目もまた可愛らしく楽しくなりそうですねって。ありがとうございますね。ねえ、可愛らしい。
これだけは。もっと。これだけは。つがさんなんか二代目に対してちょっと厳しい。なぜか。つがさん。なぜか。なんでだろう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 。はい。じゃあ次、まさかの二代目赤兵衛さん、女性の方、そして声可愛らしい。新作楽しみです。男子は楽しませてもらいました。続編欲しい。タイガ先生の荒ぶる鷹のポーズが地味にすごでいいオチですね。あれよな。なんであれやったんでしょうね。いや喜んでくれてますと思いました。そうそうそう、うん、喜んでくださってる方もいらっしゃいますか。赤目が、うん、女の子ではなくメスですね。あ、メスですね。メスって言うとなんかちょっと響きが危なくない。女の子。なんでちょっと言いよどんだ。なんでちょっと言いよどんだ。なんか女の目って言うと思ったんですね。したらなんか思ったより変だなと思って。次ていい。はい。OK。はい、脱出ゲームで謎を全部解かないと帰れないじゃなくて、仕事を終わらせないと退勤できないの間違いではって言われてる。まあ、じゃあ、ね、昼には帰れますよね。おー、かっこいい。ドヤ顔で言いましたよ。かっこいい。絶対残ってるやつです。はい、じゃあ次、いきますよ。はい。大きめセットいいですねって。あ、うん、あの、お皿の上にってやつですよ。そう。もう、え、商品化に動いているっけ。次回赤目指導で動いてた。次回欲しいな。300年後ぐらい。300年。結構先ですね。結構先だ。コラボイベント、あ、コラボのご連絡お待ちしてますよ。コラボカフェ、弊社版権に関するお問い合わせはこちらみたいな。ユーザーサポートをご案内するでしょ。そうやって、はい、じゃあコメント以上になりますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また何かありましたら、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。コメントあると我々励みになるので。そうですね、嬉しいですね。はい、はい、こんな感じで今回も始めていきたいなと思います。早速ですが、新作 PR コーナー行ってみましょう。ちょっと噛んだね。はい。先日ホームページが公開されました。響きはもう一回いきます。こんな感じで今回も始めていきたいなと思います。早速ですが、新作 PR コーナー行ってみましょう、はい、先日ホームページが公開されました響きワークス最新作ナチュラルバケーションですね、はい、それではこちらは、うんと、またしても、いや、今日は今日大丈夫、まだ、はい、大丈夫、まだ大丈夫、あの、先週よりかは、先週ちゃうか、先月よりかは、そうですね、唇あんま噛んでないと思います。よし、頑張っていこう。はい、はい、では、みゆきさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ナチュラルバケーション担当ディレクターのみゆきです。今回も響きワークス最新作、先日ホームページの方を公開させていただきました、はい、ナチュラルバケーションをシナリオライターのタイガさんとご紹介させていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ホームページは公開されてるんですね、はい、先週の、先週ぐらい、先週とか言ってみるかな。収録日的な、収録日的な先週ですね、うん、まあ、皆さんにご覧になっていただいている時からすれば先々週、うん、あ、なるほどですね、はい。9月の15日に公開されているということですね、はいはい、非常に爽やかな、そうですね、ホームページがいいですね。もうこのメインビジュアルをどうしても大きく使ってっていう、うん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 、オーダーしたところ本当にデカーンと、うん、そうですね、デカーンってなんだ。デカーンとね。ラブリーコール、そうですね、システム面でいくつか、はい、システム面のお話を、はい、はい、エモートですね、まずは、うん、はい、ね、立ち絵が2体立ってるんですけど、そうですね、てか2人か、うん、2体、2体、そうですね、2人立ってるんですけど、はい、2人、今回は結構2人で立つ場面が多くなる、ね、うんうん、結構並んでる感じの、そうですね、うんうんうん、まあ、特にもうそのまあ後々出るであろう体験版の範囲はもう本当2人で一緒、まあ、ユーザーさんも含めて3人ですね、うんうんうん、3人で一緒にいる場面が特に多くなる状態にはなります、うんうん、いいですね、男の子一人に女の子二人、素晴らしいと思いますよ。しかも田舎ですよ、田舎ですね。しかも二人とも美人ですよ。そうそう、美人で出るとこは出てるし、そう、でどっちもそのすごいフレンドリーなんですよ、うん、優しい、素晴らしいでしょ、最高じゃないですか。これがアルカディアですよ。アルカディア、なんか設定だけで心がときめきますね、本当に。そう言ってもらうとありがたいですね、うん、もう絶対楽しいやつや、うん、そうですね、トップページのこの詳細の方を押していただくと、はい、これはその日常シーン、うん、先ほど見えてたものとは別に、はいはい、エッチシーンの話が、はい、なるほど、アニメーションが見れるようになるんですね、はい、2人のですね、じゃこれあのまだ全て音声が、はい、ついてないので、うん、っていうところですね、うん、
徐々に更新していけたらな、うん、そうですね、ホームページに、まあその、うん、今のシーンだと結構、まあ、割とハードに動いてる状態のとこを切り取った感じなんですけども、まあ、例えばその前とか、それがその人段落してふーっと息をついてる後とか、そういうその呼吸の時なんかもやっぱり動きがついてるんで、うん、終わった後とかもナチュラルな感じですね、うん、胸の呼吸による上下とか肩の動きとか、それでに伴った髪の動きとか、そういうのは結構もう動きますよ、細かいですね、いいこと聞きましたね。お伝えできなかったんですけど、ラブリーコールです。はい、ラブリーコールだけです。あ、搭載で。なるほど。名前もですね。はい。まあ、リストもホームページの方に公開されてる感じなんですね。じゃあ、確認してみてください。そうですね、自分のお名前があるかどうかとかですね。新妻にもあったんですけど、あの汎用性のあるものいくつか。なるほど。あなた、ダーリン、旦那様、ご主人様。はい、準備してます。なるほど。まあ、名前がない方でも楽しめるようにといったところですね。そうですね。お次は。ラブリーコールの次は予約キャンペーン、はい、早期予約キャンペーンですね。あ、なるほど。今日から、はい、予約開始、はい、なるほど。9月の29日、はい、金曜日からですね、はい、で、なくなり次第終了ですね、はい、こちらもで、この色紙なんですけど、はい、この白い部分、ポスターがとか背景の方に映ってます、はい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 、ここに本当は QR コードがついてます。あー、なるほど、うん、あ、ホームページ上ではちょっと表示はされてないけれども、はい、実際のものには QR コードが、はい、なんでその場でスマホでちょっと読み込んでいただくと、うんうん、はいはい、シチュエーションボイスが聞けると。ただ、ね、あのイヤホンしないとまずいかな、うん、そうですね、そういうボイスそういうボイスです、ね、あとあの待ち受け画像をダウンロードできます。あ、なるほど、うん、このイラスト色紙の、はい、画像ですね。ですです。お、いいですね、スマホの壁紙とかにできちゃう感じの、はい、ちょっとあの修正してないので、まあ、あのご自身で、あ、ちょっと、なるほど、見せたくない部分を工夫していただいたり、うん、そうですね、使い方はちょっと考えていただきたいと思います、はい、あ、店舗さんのリストとかももう、はい、あのホームページで出てる感じなんですね。ご予約の前に必ず店舗さんの方に問い合わせをして、そうですね、はい、あのご予約を考えてらっしゃる方は、うん、ぜひ、皆さんご利用の店舗の方までですね、確認していただいて、はい、ぜひご予約の方よろしくお願いしますというところですね、はい、予約特典の、はい、スケスケパジャマパッチなんですけど、ほう、そのそうそう、心ときめくパッチがスケ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 連覇してだん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 声がちっちゃくなってますちょっと王国王国思い出すスケスケだぜって言ってそれはダメでしょそうですね、お見せできるようになったらきっと良さが皆さんに伝わるかな、ね、サンプルじゃあ公開する予定なの、もう少し先です、ちょっと先ですかね、うん、じゃあ、まあ、少し引っ張らせてくださいっていう感じですね。そのとき予約始まってますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それだけです。はい、はいはい、では以上ナチュラルバケーションのご紹介でした、はい、ありがとうございました。とはいえ、まあ、引き続きそうですね、ありますね、はい、引き続き働く大人の恋愛事情2のご紹介に移っていきたいと思いますので、はい、こちらも太陽先生お願いしてよろしいですかよろしくお願いします、はい、はい、ではご紹介なんですけれども、はい、こちらはもうティザーサイトが公開されているということで、ティザーのみちょっと公開させていただきます。もう、あれですか、ナチュラルバケーションと同時期に公開されてた感じですかね。ナチュラルバケーションのホームページが公開して少し後ですかね。あ、ちょっと後ですかね、はい、あ、なるほど、に公開をさせていただきましたなるほど、5人のヒロインがいらっしゃいますね、はい、もうすでに並んでますね、はい、並んでもありますね、はい、かわいい、かわいい乗ってきたそうか、今公開されてるのはもうこのビジュアルのみ、ね、ビジュアルのみなんですね。あ、ビジュアルのみでしたですです。あのスタッフとか、あ、スタッフも出てます、スタッフも一応、うんうんうん、あ、なるほどですね、キャラクターも広いのはもうビジュアルのみです。ビジュアルのみまあ一人は分かるんじゃないですかねその職業的にはどんなものか一番後ろの子は、あ、はい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 、もう明らかにシェーカー持ってますから完全にね、シェーカー持ってらっしゃるからなるほどっていう、まあ、前回今鳥羽エリカちゃんというバーテンダーの方がいましたけど、うん、 ね、そのポジションですね、うん、なるほど、そのポジの子が一人今回、まあ、ですね。で、まあ、そこから考えるとこうなんかこの子たちが学生じゃないのか、うんうん、はたまたはたまた学生なのか、そこはおのずと D
って言いながらビール持ってますけどね、一人。明らかこれは学生じゃないですね。明らかにビールを持ってる子が約1名。でもこれシャンパンですよ。酒じゃないですか。みんな酒持ってる。そのシャンメリーでしたとかじゃないですか。シャンメリー懐かしいな。職業はですね。まあ職業もまあじゃあついでに言っちゃいますか。発表。じゃあ一番大きな、はい、大きく映ってる子から。大きな子だったりちょっと誰だかわかんないですよね。一番手前の子から。一番手前の子。はい、一番手前の子はまあ今回私服なんですけども、はいはい、この子は OL です。あ、OL さん。はい、ほう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 。そうですね。でその子のあ左側にいるオレンジの服を着たノースリーブのお姉さん。はい。この子は、お姉さんです、ね。この子は看護師です。看護師さん。看護師です。おはい、エロい。ね、なかなかに官能的な官能的な看護師、ね、の感じ、うん、肩のような感じがしますけれども、はい、じゃあ次はで、次右行きまして、あのビールを持って笑っている女の子、はい、この子はですね、居酒屋の店員をやってます。あ、店員さんなんですね、はい、今回あのバーと居酒屋が出てきます。お居酒屋の名前はちょっと多分、まあ、笑う人は笑うんじゃないかなっていうレベルですね。あ、まあお楽しみにというか、お楽しみにですね、いろんな意味でいろんな意味でお楽しみにですね。なるほど。じゃあ次に、で隣の左のビール持ってる子の左の あの本を読んでる子、うん、この子は書店の店員です。あ、書店の店員さんなんですね、はい、ですね。あ、なるほど。で、手に本持ってますもんね。そうなんですよ。あ、文庫本かしら。文庫本がなるほど、まあエッチな小説かもしれませんけどね。あなるほどね。もしかしたらカバーかかってるから分かんないと思う、ね、分かんないですよね。で一番奥の方は、はい、まあ見て分かる通りバーテンダー、このバーの店員さんっていうことですね。店員さんっていう感じですね。なるほど、はい。まあ前回はまあこのミュージシャンとか探偵とかがいましたけどね。そうですね、いろいろかなりこう、うん、リアルに近づいたんじゃないかな、うんうん、より身近な感じの職業の、うん、という感じになってますね。ああなるほど、この子たちが、うん、本当は名前もちょっと一瞬言いかけたんですけど、ね、あっていうか名前言っちゃいたいんですけど、ね、もうそうか、これをちょっとまだ後で公開っていうところです ね、はい、ですね。またおいおいお名前とかですね、なんかその人物の設定だったりとか、設定ってちょっとあれか、いや、まあ、まあ大丈夫ですかね、うん、まあその子たちにまつわる何かだとか、うん、あとはこの作品の全容というか、そうですね、コンセプトとかなんかいろんなお話の隠し要素とか、うん、そういったところもまたホームページで公開されるかと思いますのでね、うん、ぜひぜひその公開をお待ちいただければなと思いますので、じゃあまあそうですね、続報を期待くださいというところで、はい、まあ今のところお出しできる情報は以上ですね。そうですね、まあでもだいぶあまりお待たせさせなくさせずにいけるんじゃないかなと思います。はい、まあこういった情報もね、西川、ね、さんのツイッターとかでもまたとかでもまあポロポロとこぼしていくと思うんで、うんうん、まあこの働く大人の発表ももう1週間前にこぼしてましたからね。ああ、そうですね、何かあるよ週末に。ああなるほど、うん、はい、じゃあ以上でよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ働く大人の恋愛事情2もですね、はい、あのナチュラルバーケーションと合わせてよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、お知らせ以上でよろしいでしょうか。はい、はい、私とみゆきさんの方から以上ですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、では次はですね、赤べソフト3最新作魔法ロマのご紹介を平先生よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、はい、ではこれからマホローバイチーズスピリチュアルホームの宣伝をさせていただきます。ライターの平野有光です。よろしくお願いします。緊張してます。緊張してますですね、はい、もう慣れたやろ。まあ、ちょっとずつ慣れてるんですけどね、うんうん、まあ、とりあえず本題にパッといきたいな。はい、はい、お願いします。本日のこの放送されてる頃にはもう体験版の方が公開されてると思いますので、はい、まあ、もうすでにしていただいた方もプレイしていただいた方もいらっしゃるかと思いますが、うん、はい、とりあえずちょっとこの場を借りてその宣伝をさせていただきたいなと。はい、はい、今回の体験版ですと、はい、今までのそのウェブで公開されている CG の他に変身演出というものがありました。ほう、ほう、はい、魔法少女。あ、見た見た、あれすごいね、変身演出、はい、変身してますね。そう、はい、ショートムービー形式になってまして、ヒロインムービー、そうですね、プチムービーみたいな感じ。へえ、すごい。一瞬ヒロインが裸になり、僕はパンパンパンとちょっと、ね、お決まりのね、そうですね、魔法少女の、はい、謎の光もなく、うん、地上波じゃないからね、地上波いわゆる円盤系で、そうですね、なるほどなるほど。ちょっとエッチな変身シーンも
見られると、うんうん、ただ体験版をやっていただかないと見られないので、うん、そうですね、ぜひやっていただきたいなと、うん、そうですね、やっていただきたいですね、うん、それを見るためにも、うん、はい、でこちらの体験版なんですけども、はい、PC の体験版だけじゃなくて、まあ、今開発中なんですけども Android 版での配信も想定しております、はい、なるほど、でそちらの開発上、今開発途中なんですけど、はいはい、まあ、ちょっとお見せしてしましょうかな。あ、なるほど。こちらの方はただ PC 版よりも公開はと後になるんですけど。なるほど。まあ、PC 版が公開されてから、Android 版が、体験版で公開される予定ということですね。そうですね。なるほど。すごいですね。もう今やスマホで体験版ができる。ですね。美少女ゲームもスマートフォンでいつでもどこでも24時間365日。オールタイム美少女ゲーム。なるほど。ちなみにうちもやってますよ。うん、やってました。車輪やってます。うん、実は。じゃあちょっと始めてみましょう。今の声聞こえなかったんじゃないの？BGM で。映ってます。映ってますね。映ってるけどね。ちょっとめっちゃ斜めっとるな。立て、うん。それくらいがいいか。うん、こんな感じで。こんな感じで。画面はですね。進行しております。なるほど。進んでいく感じなんですね。貸して。こっち側じゃ見えない。うん、こういった感じで進んでいく感じで。うん、そうですね。で本作体験版には機能がついてるかどうかわからないんですけど、モデルモードというのがございまして、まあコンフィグでヒロインを選択すると。その選択したヒロインのルートに直行できる。選択肢に差し当たってもその子の選択肢を自動選択し、うんうん、選択肢でいちいちクリックする必要がなくて、あ、なるほど、もうそのまま読み物として楽しめるような機能です、うんうん、より手軽に楽しめる感じですね。そう、まあ、こちらは今から CG が始まったんですが、はい、まあ、この白い光がありますが PC 体験版では、うん、そうですね、謎の光が謎の光がしっかり取れてますので、なるほど、ご心配というものもありますので、うん、はい、まあ、ぜひ、そうですね、体験前にぜひチェックしてくださいっていうところですよね。で最後に、まあ体験前よりも先に公開されているかと思いますけども、うん、まあ、オープニングムービーを流していただいて、はい、まあ、僕の方の宣伝は終わりにしようかなと思います。なるほど、はい、はい、短いですけども、いえいえ、はい、はい、ではオープニングムービーをよろしくお願いします。はい、私が考えた最高の〇〇のコーナー。
今パッパラパーって言いましたね。はい、ということで今回もこちらのコーナーです。簡単に申しますと、出演者がお題に沿って考えたものをプレゼンするといったコーナーです。はい、皆さんよろしいですか。はい、はい、今回のお題はバラエティーコーナーでございます。はい、ということで、今回は最近ネタの尽きてきたみゆきさんのためにみんなで最高だと思うバラエティーコーナーを考えようのコーナーです。お願いします。なんだこれ。お願いします。なんだこれ。完全チャリ基本がですよ。やっぱ一人じゃ、ね、ものづくりってできないじゃないですか。まあそうですね、クリエイティブはみんなの力あってこそですね。力をちょっと、そうですね、みんなで案を出し合いたいな。ただこれ明らかにあれですね、あのコメントで何か来ることを期待して。それももちろんありますよ。うん、そうですね、うん、君の考えたコーナーが採用されるかもしれないぞという感じのあれですね。なんかこうね、変な広告みたいな。変な広告。はい、いいですか。はい、じゃあということでですね、プレゼン方法はトークはもちろん絵や図、テキストなどを使用しても OK です。まずは例題として分かりやすいものを、後藤さんに発表していただきたいと思いますので、はい、よろしいですか。今回ですね、例題なんですけど MVP を取りに来ましたよ。おお、大きく出たね。はい、そうですね、私発表しないんで、はい、まあ、皆さんですね、はい、エロゲー会社のスタッフなので、はい、まあ、さぞかしエロゲーにご詳しいものかと存じます、はい、はということなので、エロゲーしりとりなんていかがかなと。あ、例えばブランドとかタイトルとか、いいんですかね、あと大丈夫、キャラ名とか、いや別にいいんじゃないですか。だって別に業界全体でも別にいいじゃないですか。あのタイトル間違えてたりとかしたら、うん、それは失礼。それは、まあ、それはまあ修正すればいい。まあ、なんか思ったんですよ、はい、あのガンセンチャンネルさんとか、はい、何でしたっけ、デモさんがライバルなんじゃないかなと思いましたよ、はい、このチャンネルのだいぶちょっとおこがましいというか、己の力を見誤ってるというか、まあそれぐらい目標をやっぱ高く持って、はい、チャレンジしていかないと、このチャンネルもっとよくなら面白くならないと思いました。そうですね、もっとエロゲー業界でみんなで、はい、ラベ赤べチャンネル見ようぜっていうぐらいの番組にしたいじゃないですか、うん、磯の赤べチャンネル見ようぜみたいな。それ大丈夫なんですか。それ大丈夫です、はい、名前出して言いますけどね、中島が。残念なことで、どっちか。タイガーさんまあそんなんでエロゲーしりとりとかどうかなと。なるほど、まあ、例えば赤べソフト2から始まって、うん、ウだから、まあ、歌われるものとか、うん、これあ特に縛りはなく、そう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 、関係だでのって言って次の人のって探すっていう、うん、知らなかった、みんな知らないものだったらちゃんとその人が説明するっていう、あ、こういう作品ですよ、そう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 、うね、というね、エロゲーしりとり、うん、いかがかなと。でみんなもその懐かしいなっていう気持ちになるかもしれないし、あ、それプレイしたわっていう、うん、世代があったりとかもあるし、うん、なんか思い出のタイトルとか、うん、まあちょっと思い出深いものに関してはちょっとそのエピソードを交えたりとかすると、うん、いい感じになるんじゃないかなっていう、うん、あ、みんなで作ろうエロゲーのは、うん、そう、うん、どう、 MVP 取れそうでしょこれ。後藤さんにしては攻めてきたなっていう、後藤さんにしては、うん、どうかなと思って、うん、思いつきました。はい、はい、素晴らしい、まあ、いいと思います。こんな感じですね、うん、プレゼンをしていけたらなと思いますので、はい、はい、じゃあ行きたいと思いますよ。挙手制らしいのでまた、はい、はい、私の嫌いな。はい、ではよろしくお願いします皆さん。はい、じゃあ思いついたか手挙げてください。はい、はい、挙手。じゃあ1番だったタイヤ君。はい、これですね。これですね、実はだいぶ前からみゆきさんに提案をし続けてるんですよ、はい、ずーっとやってるあの、はい、もうフェイスペイントトークっていうものがあるんですよね。ほう、あのこれあのそうですね、今回はエロゲーに関係のある話という今回はこれ思いついた時はそもそも何にもなかったんですよ。あのフリートークできればなんかこう深い話とか滑らない話とか、あの どっちかというと深い話とかいいかなと。すげえいい話をしこうやって対面でし続けると、うん、するとあの普通に話してる時に第三者がやってきて、うん、話してる人間の顔に落書きをしていくんですよ、うん、で、落書きをされた側はそれを全く気にせずに話し続ける、うん、それ無理が悪くない。いやいやいや、大丈夫、ノーリアクションを貫いてもらう。ノーリアクションね。で何をされても、そうですそうです、はいはいはい、でそのままいい話をし続けてもらう。あ、で完成された顔を芸術品として写真撮ってトークの締めとして出せばいい。
本当は成立するんですよ。あの天の声さんと私が話して、みゆきさんがその私の顔になんかあの書きまくればいいだけですよ。はい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 、で今回はそのエロゲというお題目があるんで、うん、例えば正の字とか肉便器とちょっとギャルやねあれなんかそういう作品ないっけ、ね、1回100円とかそう何々専用丸々専用使用済みっていうのを落書きしていく。これほんと1回やってみたいですね。ぜひ一回こう落書きされてんのに何もしれっと話し続けるっていう、うん、分かった、うん、ありがとうございます、はい、では次はい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 、じゃあ次早かった天の声さん、あの、まあ、バラエティコーナーっていうかあのなんて言うんでしょう、各一人がその各都道府県を担当してあのご当地の女の子の設定を作って、それでまあなんかツイッター上とかで投票でも何でもいいですけど、それであのお話を一本みんなで考える。でそれでそのご当地のその女の子をこうどんどんこう宣伝していって、ゆくゆくはふるさと納税みたいな感じでそのご当地でいろいろ出してもらって地域貢献、地域密着していくスタイル。ただふるさと納税で広げて大丈夫かちょっと思ったけど、地域ごとに女の子を各一人ずつ立てて、全員47都道府県でそのが出てくるエロゲって面白いかなって考えたんですけど、あでも面白そう、うん、中心蔵とかもあるし、うんうん、なんかそうそうそう、ただ47にも出したらやべえなって思う。大丈夫、決めるのありやすいね。北陸エリアとか、うん、関東エリアとかでこう分けて、あ分割して投票してもらってみたいな、そうそうそう、うん、5人ずつとかで分けて、うん、出していっても面白いんかな。あでもそれいいですね、うん、後々ユニット化して、うん、例えば鶏肉消費量トップ5のユニットとかで CD 出す。私それだったら米生産量でトップ5で出したいですね。ああ北陸がこれ思ったんですけど、うん、主人公はどういう立ち位置なんですか。主人公ですか。あの全都道府県を首相です。首相我々てっきり米国だと思っていう栄光への道企画です、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、以上です。じゃあネクストバッターバッターはい、じゃあ赤目さん、あーまったまった気が引けるな平君手上げてなかったのに、ね、いやいや上げてましたよ、上げてた上げてた上げてた、あ気遣って譲ったんだな、はい、でも僕はニコ生時代にやってたと思うんですけど、はい、まあ、商品開発、はい、商品開発、はい、まあ、こういう商品があればいいなあ今だってまあ普通に抱き枕とか販売してますけど、はいはいはい、まあ、そういうのをなるほど、まあ、上げていって企画会議、そうですね、商品企画会議、そうですね、ガンマさんが狂ったクッションかなんか企画したやつでしょ、はい、あれのやつです。ああいう感じで実現させていこう、まだいますよね、言うね、建設的な意見を出し合う、ちょっとバラエティよりかは、うん、無理、なんかユーザーさんの満足度を高めるための、はい、はい、お前お気に入ったな出せばいいんじゃないかなと思います。まあでも、ね、商品企画会が面白そうですね、うん、なんか面白そう、改めてやってみてもあるかなと、通販の、うん、で売れるものを考える、うん、ちゃんと考える、うん、あのしっかりとしたものですね、うん、売れるものを考えるってやつですよね、うん、なるほど、以上です、以上でやりますが、はい、お気に入りましょう、普通に普通にいいやつで言ってきた、普通に既存企画を出してきたねいや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 、そんな話とか言わないよ既存企画やし、あれ考えたの私せやなパクリみたいな、せやな体力をいじめていく回でじゃあ次大鳥の大鳥の赤目、前回非常にいい結果を出した赤目が実は期待してます赤目、でも今回は結構恥ずかしい目、おお、どうしたどうした、言ってみましょう、ドゥン、俺私が考えた最高のこれが新しいフェチだコーナー、ん、新しいフェチ、今後流行るであろうフェチを作り出していくっていう、あ、うん、ニューフェチじゃなくて、なるほど、ね、時流を見てる、見るみたいな、そう、新しいフェチを生み出していきたいっていうコーナーです。ここからこう、うん、なんだろう、ムーブメントを始めるみたいな感じの起こしていく、なるほど、で新しいフェチってなんだろうって赤目考えたんですね、ほうほう、全然思いつかなくてですね、赤目ちゃんちなみにフェチ何キラーパス赤目のフェチは下から
女の子は下から見るのが好きですね。あ、それで考えたのが電柱にこう登ってる女の子の下に電柱電柱下に立ってそこからパンツを見上げるフェチみたいな、あ、覗きフェチ、はい、覗きフェチ、一応速攻 AR VR ってあったけどそういうことでしょ。そんなのある、速攻でから視線で女の子の下から見上げる、同じフェチの人がいたんですね。中村さん、じゃあ以上でよろしいですか。プレゼンは以上でよろしいでしょうか。しますね、はい、みゆきさん、後悔ないですか、この中から選ぶということに。大丈夫ですか、うん、次回の企画がこの中から決まるということに後悔ないですか。いや次回とは言ってないでしょ。でもそれぐらいの責任感を持って僕らに投げたんですね。まあ、要検討ってとこでしょ、ぐらいでしょ、うん、それでだって僕ら何一つ選ばれなかったとか言ったらもう本当マジギリ案件ですよ。まあ僕らの人件費ですね。まあギャラは。じゃあ MVP の人はの案は何かしらちょっと来月できるように。おお、じゃあ皆さん来月何かしら我々がするかもしれないということを前提に選んでください。はいはい、ではじゃあ平くんのお気に入った企画が良かったと思って。ね、はい、ありがとうございます。大河くんの顔に落書きをするもしくはされる企画がいいと思う人。マジでこれ思うんですけど、あの大河と大河って本当にそう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 、え、マジで言ってる。僕はマジでいきますよ。はい、ありがとうございます。天の声さんの都道府県珍道中がいいと思う人。はい、がいいと思う人。はい、ありがとうございます。赤目さんのフェチ、新しいフェチを考える企画がいいと思う人。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんとですね、はい、大河くんの落書き企画が3票入って、おぉMVP となりました。これはつまりこれはつまり、じゃあ僕次回収録の時有給取ります。まあ次回ね、はい、まあ要検討ということで、はい、まあ採用されるかどうかはまたちょっとまた要検討させていただきたいと思いますので、まあ以上となりますので、まあまあ視聴者の方々もですね、ぜひまあ何かバラエティコーナー思いついたものとかあったらね、はい、ぜひコメント欄とかで書き込んでいただけたらなと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。やってほしいものとかもいいですね。そうですね、やってほしいなっていう、なんかこういうのやってほしいとかいうの、うん、見たいなっていう。そうですね、ご要望とかあったらね、ぜひ参考にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。速攻でいただくかもしれません。そうですね、今がチャンスですよね。はい、これいただきまもすってレベルでもスパンって、はい、以上でよろしいでしょうか。はい、では以上さ、私が考えた最高の〇〇のコーナーでした。ありがとうございました。いや、まさに勝つとは思わなかった。では皆様お待ちかねの今月のプレゼントコーナーです。イエイ、はい、今回のプレゼントはですね、マホロバ、ウィッチーズ・スピリチュアル・ホームとナチュラル・バケーションの、各作家様のサイン入りのポスターを2枚ずつご用意しております。全部で4枚ですね。全部で4枚です、はい、はい、なので皆様こぞってご応募をお願いしたいと思いますけれども、はい、プレゼント、ご希望の方はですね、キーワードは、コメント欄とかに書き込まなくて大丈夫、はい、そうですね、ですね、はい、どっちのポスターが欲しいか、なるほど、と、まあ、感想だったり先ほどのバラエティコーナーの案だったりを書いていただけるとね、はい、はい、別に案は必須じゃないので、はい、別にじゃなくて、まあ、希望するポスターを、はい、希望するポスターは必須です。そうです、それはお願いします。希望するポスターを、記入していただいて、はい、コメントを書き込んでいただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。チャンネル登録と動画のコメント欄ですね、はい、です、はい、なのでよろしくお願いします。受付期間は1週間後の、10月6日金曜日朝9時までとなっております。はこの辺はテロップなので、はい、補足を、はい、補足をお願いします。はい、はい、では今月は以上です。エンディングです。はい、各作品
ティザーサイトやらがもろもろ公開にされておりますので、うん、今日ね予約、そうですね、今日からもう予約も始まっておりますので、うん、ぜひぜひナチュラルバケーションよろしくお願いしますというところですかね、お二人は。ですね、あとはまあナチュラルバケーションで前回ですね、ナチュラルバケーションを発表して前回 のこの放送で、うんうんうん、で、まだ新作準備してますと、そうです、ね、で今回まだ働く大人の恋愛事情2を、うん、やっとこさ言うことができました。そうですね、ただあの働く大人って企画なんですよ、私、うん、企画だけなんですよ、うんうんうん、でまあナチュラルバケーションはシナリオだけなんですよね、はいはい、企画シナリオをまあやりたいなと、あ2つ一緒に両方、うん、両方ともそれを準備してます、はい、というかすぐ出ます、もうちょいです、もうちょいで情報出ます。なるほど、情報が、はい、お待ちください、はい、まだあります、まだまだあるんです、まだありますね、はい、じゃあまだまだいろんな情報が公開されていくということですね、国士もそう勝ったな、まあ、ということなんで、まあそうですね、新作の情報まだありますので、はい、ぜひナチュラルバケーション働く大人の恋愛事情2と合わせてお待ちいただければと思います、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はい、では以上でよろしいですか、はい、皆さん、はいはい、ではまた来月お会いしましょう、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、未確認なんですけども、あ、これすごい全然雑なんですよ、はい、多分嫌な予感してる人間が一人いると思うんですけど、赤目がすげえ食うらしいと、まだ話を自己申告しか聞いてないんですけど、いつか絶対その場面は見たい。吉野家は何盛りですか？何盛りですか？吉野家行かないか、そもそも。メガとか行けますね。メガ。もっと行けますね。もっと行ける。いや、回転寿司の話したらすげえ、まあ、具体的な数字ちょっと伏せますけども、いや、行って行って行って、何皿？じゃあいくつ？見た目は30後半ぐらいは余裕で行けますね。そういう僕の 1.5 倍の数字が返ってきたので、これはそのうち後半やばいですね、うん、5皿ぐらいが重たっぷり、僕もそれもう10皿からいけて、僕も10歳10皿、10歳ぐらいそれは君の趣味でしょ、ほら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